今回は主人公補正ありすぎの高氏に対する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。これが歴史の主人公補正か。幸運の星に生まれすぎだろこのラスボス。このラッコチカンスト野郎の防御どうやって突破すればいいの？実施に頼る。雫のウエッな雫を込めた矢尻でこいつが弓を放てば致命傷を与えられそう。主人公は時行？知りませんね。背中の傷からできる出来物って松井ナイズドされた世界観だとまあまあの確率で人面傘なのかなと考えると楽しそうだな。喋ったりだんだん顔の方に移動して乗っ取ろうとしてくるやつ。なお主人公補正幸運を逆手に取られた模様。思わずにやけてしまった。でも死んだかアキエ、相打ちで進撃の矢尻を直撃させて高氏弱体化が落ちか。あんな雫がベロベロしてた矢尻ごときで弱体化したら高氏弱すぎね。さすけどその心力すら取り込まれてバフかけちゃうのかもしれん。神なんですよ。でも大した神様じゃないよね。神様自体は古い品のある神様ですよ。でも雫はその神の力の一部であって神様本体じゃないらしいからうん。未釈寺信仰について説明する前に日本の民間信仰の状況を理解する必要がある。少し長くなるぞ。頼むわ。昔の信仰とか知らんからちょっと心力使ったら消える程度の存在なのかと思ってたわ。祀られてないから消えゆく神もどきみたいな。未釈寺自体は諏訪あたりが発祥で中部関東近畿といろいろ信仰があった存在。地域によっては水を象徴する竜や蛇神の場合もあれば石や酒の神だったり道祖神だったりもする。具体的な偶像というよりは包括的な精霊信仰に近いのかもしれない。逃げ若だと文字通り神秘が失われてそのうち消え去るのかなというのはまさにそう。クソ真面目に語ると宿の神や闘病にも触れないとまずくない？その前に各地方の民間信仰がどのように伝わって関係したのかも必要だな。言い方、現実で考えるとむしろ人外でなく普通の人間がペロペロしたものの方が破傷風とかで行きそう。よし神聖な矢尻に夏の忠義に芯を塗ろう。はぁ、太平記にそう記されてるから高氏に主人公補正があるのは厳然たる歴史的史実なんですが、かましてくるの無法すぎるだろ太平記のくせに生意気だぞ。あん、しょうがねえだろ太平記以外ねえんだからよ。え、他の記録も探せ？それはその、あれだ、いろいろあるんだよ。秋家殿はなんやかんや遠いに恵まれたと思う。なんだかんだで秋家卿が刺されたシーンはやっぱり悲しいし唖然としたわ。南部秋家まとめて死ぬとはな。そういや南部殿もここまでか。太刀を飛ばして今日着くのは格好良かったよ秋家卿。死の間際でも華やかに前向きなのさすが秋家卿だわ。一矢報いてほしいな。たかが致命傷だ。いよいよか、この一年楽しかったよ秋家卿。死ぬとは知ってたけどなんだかんだ秋家にも愛着湧いてたからここで脱落か。っていう寂しい気持ちが湧いてくる。南部殿さよなら。明治時代に子孫がこの功績で爵位もらえてるのすごい。その頃は南朝万世だからしゃあない。南部、最後の駒で不明死にさらせおらーって言ってる？そう書いてるように見える。クスノキ戦と同じ感じで最後に秋家永治してるみたいだからこれ吉定の方にも高氏出張って怠慢しそうだな。この作品では南朝三大スターは高氏が倒すんだろう。新田の死に方が馬鹿にされたりするけど史実の秋家の死に方もしょっぱいよな。合戦最中での死に方なんて大体あんなもんだろう。それこそ首だけになって敵の尻から侵入して食い散らかしたとかなら別だけど、来週か再来週あたりに新田さんもヤバいのかもしかして。やっぱ南朝側の初期メンバー南北朝序盤に死にすぎだって。南朝は忠義が土地狂ってくだらなければ自然消滅してたかもなくらいまで衰えるんやよね。またインターミッション的な短い高氏サイドの話を挟むんじゃないか。インターミッションは1年だからどうにかなったが約10年は長すぎるし、かといって飛ばしたらいろいろ訳がわからんからこの後は視点変更するなりするんだろ。発言的に作者もじっくり腰を据えてやるつもりみたいだし。関王の上乱やるなら飛ばせんだろ。土岐処刑とかただ冬とかあるし。清原には聞いてたけど高氏には聞くんだろうか。死なないのは確実。ただこの後10年くらい高氏があまり働けなくなるのかも。雫の口から出るのが一番衝撃だったんだけど。高氏からも出てるし何ら問題はないなよし。大きいムカデ倒すのに唾つけて倒したとかいう伝説ある出馬に心力込める何があるんじゃない。これまでずっと胃の中に黒曜石を、雨みたいにずっと口の中で転がしてたのかも。矢尻になるくらいには尖った石しかも黒曜石とか胃にも口にも入れたくないがまあ人間じゃないから平気なんだろうな。雫の心力入りの矢を嫌がってるのは鬼の部分なのか？
しれっと雫の心力吸収するのが目的なの明かされたな。神様がとかはどうでもよくてひたすら心力エネルギーを欲してるんやな。モロナオに対しても崇拝による心力目当てみたいな感じだったしね。未釈寺酒の神説は戦前に専門家がレスバしたりしてたらしいな。民間信仰だから具体的に何を司るかが地域によってバラバラだ。というか蛇という存在がなぜか東西いずれにも酒に通じる要素がある。黒曜石の心力を逆に吸収されたらどうなるんだろ。普通に心力吸収されんじゃね。人間的に動揺させるしか方法ないみたいなこと死んだよりしげが言ってたじゃん。心力方面は雫よりただ吉野が茅野みたいな謎や伏線積んだ考察しがいのあるキャラになってるような。まあまだ何もわからんのだが、雫の力を吸収したいとなると美馬の力を取り込まずにいるのが今一つ解せないな。人間からはそう簡単に吸収できないんじゃない。よりしげ相手とかもやろうとしてなかったっぽいし、人間じゃない相手ならできるのかも。自分のために働くからすでに自分のもの認識なのか、自分と別のところで働ける個体があった方が便利だし、もしくは同様が美馬の心力のことは隠してる。美馬の心力は焼けた寺や神社の残りが集めたようなもんだし、それこそわざわざ美馬から吸収せず野良心力集めた方が早いんじゃないかな。雫は敵方だけど美馬は自分の味方で別動体として動いてくれるからとか、同世の娘だからセーフなのか、高氏は全ての人の恐れが欲しい割に同世のことは友達認識なんだよね。あいつ恐れなさそうだし。同世も人外だったとか、鬼は日本の心力全部欲しいみたいなのに他の人外とか存在許さないんじゃね。心力全部欲しいだと美馬がノイズになるんだよな。自分の参加か味方ならセーフ判定なのか。よりしげの対応見るに敵対しなきゃセーフ臭くない。しかもよりしげは割とリスペクトされてる感じだったし。いや、モロナオの恐れも今回いい機会だから取ったみたいな感じだから、なんとなく取った方が良さそうな状況になったら美馬の心力もしれっと回収するんじゃない。取る機会があるのなら取りそう、欲しがりだから。最終的に美馬も心力奪われて普通の人間に戻るのかな。同世が死ぬ時に若いままみたいな話を聞いたことあるな。それを信じるなら心力持ったままなのかもしれない。というか心力の発揮した成果的に高氏より美馬の方が圧倒的に出力上なのが気になる。美馬は高氏に心力取ってもらった方が体に良さそうだけどな。若の手配書見てへえ、した時から心力がどす黒く染まってるみたいだし、使うと血の涙流してるんだよな。雫が言うに悪しき心力とかあるらしいし体に悪そう。でも美馬はフラーとかはできないだろうし。美馬とスゴロクやった時に若を眠らせたし、精神作用のある心力の使い方自体は雫はできるみたいだったな。フラーできるかわからん上に悪用しなさそうなので二重の意味で見る機会はなさそうだけど。今って用心鋭の戦力差ってどうなってるんだっけ。モロナオ、モロヤスが数百まで減らされて秋家軍に包囲されて、高氏が救援に来て秋家軍が奇襲されて、両軍の残り兵数はどれくらい残ってんだ。両軍の状況がいまいちわからん。マジでこれ、モロナオは放棄て戦っていないみたいだし戦況が不明すぎる。急に秋家軍劣勢で撤退命令のカブラや今放つの状態。単純に両軍消耗しきったところに無傷の軍が奇襲してきたから勝ち目がなくなって撤退って理解でいいと思うよ。モロナオはあまり動けないレベルの重傷だろうから、まあモロヤスは何してるんと思わなくもないが、これ鬼に影響があってしばらく高氏のやる気がなくなるのかな。鬼いないとやる気ないみたいだし。モロナオや忠義って誰に忠誠誓ってんだろうな。高氏の中の鬼の占める割合が多すぎて高氏って何なんだろうってなる。そりゃ鬼だろ、組織のトップとして優秀なの鬼の方だし。モロナオが鬼、忠義は高氏本人を慕ってるから、この二人が対立に向かってるというなら分かりやすい構図だと思う。モロナオは間違いなく鬼の方だろう。高氏の顔の作画なんかバランス変じゃない。気のせい。以前は成人男性の顔が長すぎになってたし、最近はまだマシかなぁと思う。ただまあ安定はしてないよね。どうやったら倒せるのこのラスボス。ラスボスじゃなくて主人公だから倒せないっすね。この後一気に最終章に行くか、それとも1340年大徳王子城編があるか、どっちだろう。サダムネとの最終決戦だから飛ばさないでくれると嬉しいが、どうだろう。案外サダムネ殿にかくまわれて血が小笠原長江につながる AD とかかもしれないぞ。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしていてください。